皆さん、こんにちは。シレタのチャンネルです。このチャンネルでは、高校課程以上の様々な講義を展開しています。今回は、交通工学1第5回、緩和区間と緩和曲線の講義をお届けします。それでは、参りましょう。はいえ。本日の内容はこちらに示した通りとなります。まず、前回の復習をしまして、その後、今回のテーマである緩和区間、並びに緩和曲線という感じで話を進めていきたいと思います。 はい、え前回はです、ね、最小曲線半径というものについて勉強しました。えー、カーブ、あの道路のコーナー部分ですね、カーブを作る際に、えー、適当に、ね、カーブを作ってるわけではなく、やはり物理学的に考えて、えー、滑らかに曲がることができるようにです、ね、あのまあ、極端な話を言うと、あの車が横転しないように、横滑りしないような形で、えー、曲線の半径を考えてあげなくちゃいけないと。 でその考え方についてですね、えー、実際に皆さんと一緒に算出をしたというところです。で、えー、実際その最小曲線半径というのは、えー、こういった R が 127×F たす I 分の V 二乗以上にならなければならない、えー。こういった条件を満足する必要があるよという話でした。 でまあ、具体的に設計速度や横滑りの摩擦係数、あと肩勾配から、えー、その最小曲線半径というのは決定づけられるよということで、こちら、表に示したとおりですね。ただ、一番重要なのは、この最小曲線半径で必ずしも設計すればいいというわけじゃなくて、これは限界値であると。 えー、絶対にこれ以上あってくださいねという敷地でもありますので、えー、なるべくうこれ以上の大きな、えー、曲線半径というのを持たせなければいけないということですね。やたら最初、曲線半径を用いるのは良くないというのは、えー、ぜひ、えー、頭に入れておいてください。はい、でまた曲線半径と拡幅量ということで、えー、コーナー部分については、直線部分よりもお車の、ね、内輪差を考慮して、えー 克服量というのを持たせなければならないという話でした。はい、ではあ、前回のエチュードを見ていきましょうで。問題はですね、このお R が G×F たす I 分の V 事情とで、この V というのは、スモール v は単位がメーターパーセックだと。ここから先ほどの127っていうあの式ですね、で、あのー、スモール v をラージ v に変更して、9.8っていうのを G に代入してあげて、先ほどの式が得られることを証明せよという内容でした。 はい、では、もう答え、こちら書いちゃってるんですけども、えー、まず、ラージ V は3 6 ×けスモール v です。えー、というのも、えー、1時間、えー、というのは3600秒。で、また、えー、1キロというのは1000メートルですよね。はいまあ、その条件代入してあげると、えー、V、ラージ V というのは、スモール v に3.6をかけてあげればいいと。まあ、これはもう高校1年生とかの物理で勉強するやつですね。はい、まあ、単位変換をしてあげます。 でえー、まあこのラージ V がこうなりますから、逆にスモール V について解くと3.6分のラージ V となります。でこの3.6分の V というのをこのスモール V 代入してあげるとこんな形になりまして、はいえー、G が9.8だよねと。で、えー、まあこの上がもう半分数になってますから3 6かけ 3.6の2乗 ×9.8×2i 分のラージ v 乗,乗となります。でも、あとはこれを単純に電卓で計算してあげると、イヤリイコール1 2 7スア i 分の v 事乗という式が得られます。はい。まあ、あの、一応確認ですからね、そんなに難しくはなかったかと思いますけれども、はい、一応この式が得られるというところです。 はい。では、今回のテーマである緩和区間と緩和曲線という話、話を移したいと思います。えー、高速道路のカーブ、ブレーキ踏まずに曲がれるよねというところからスタートしていきたいと思います。えー、先ほどの話にはりますが、えー、高速道路、ほとんどのところですね、まあ、あのたまに急なカーブもあるかとも思うんですけれども、一般的に高速で走っているときにブレーキ踏む。 コーナーでね、まあ、よくスローイン、ファストアウトってことで減速して曲がるっていうのは教室で習うと思いますけれども、別に減速しなくても曲がれるよねくらいの緩やかなカーブがあることあると思います。はい。実はですね、それは、あの、そういうふうに設計をしています。それが今回の、えー、このテーマになっている緩和区間というものです。英語ではトランジションセクションと言いますけれども、 これ、定義は、えー、曲線を緩やかにすりつける区間というところで、あのー、基本的に直線部分から曲線部分に急激に入るとです、ね、急ハンドルですとか、遠心力による不快感、また危険性っていうのが発生してしまいます。やっぱり今まで直線で全然ハンドル切,切らなかったのに、お急にカーブだと思ってぐっとハンドルを切ると、まあ、それはあのー、乗ってる人も、えー、不快感、味わいますし、もっと言うと危険ですよね。 急ハンドルをするというのは非常に危険です。ということで、えなるべくです、ね、こういったあの土地の制約とかが、えー、小さい場合は、緩和区間というのを設けてあげる方が望ましいです。はい、じゃあ先ほどの話を、えー、図解で見ていきたいと思いますが、まず緩和区間がない場合、え車が直線部分を走ってまして、あカーブがあるなと、遠曲線のカーブです。 はい、最小曲線アンケートで勉強した旋回のやつですね。で、円曲線でカーブ曲がります。そういったときに、遠、え、心、ー、加速度、遠、え、心、ー、力に起因する加速度ですね。というのは、a イコール r 分の v 乗というふうに書かれるんですけれども、よろしいですかね。これ、高校物理でやりますけれども、はい。それを、えー、グラフで見ると分かりやすいんですね。まず、曲線区間ではハンドル切らないので、 遠心力も働かない、つまり遠心加速度もゼロです。ずっとゼロで、えー、遠心加速度が発生しません。ですが、遠曲線になった瞬間に、突然、えー、ぐっと、えー、遠心加速度が発生します。実際、車で乗ってあの乗客として乗ってるときも分かりますよね。カーブに差し掛かると、急にうっとあの遠心力かかるなと。というのも、突然ここで遠心加速度が発生するからなんです。 はい、よろししいでしょうか、えー、これはあのドライバーにとっても、また乗客にとっても、あの別にあの心地の良いものではないですよね。はいえーまあ、危ないということも、シチュエーションもありえます。一方で、緩和区間を設けてあげるとどうなるでしょうか。でまず直線区間は同じく、えー、延伸加速度は発生しません。で、遠曲線入る間に、この滑らかな緩和区間。 まあここでは緩和曲線と書いちゃってますけども、緩和区間というのを設けてあげます。そうすると、この遠心加速度というのも徐々に発生していくんです。この部分だとまあほぼ直線と変わりません。あだんだんちょっと曲線っぽくなってきたかな。遠曲線になったみたいな形で、最初は直線的に遠心加速度も発生してないんですけど、だん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 遠心加速度が大きくなっていって、円曲線の遠心加速度に落ち着くというところで、 あのハンドル切るときとかも、滑らかにハンドルを切れば曲がっていけると、ぐっとハンドルを切らなくても済むというところですね。はいえー、というところで、えー、この緩和区間を設けることのメリット、お分かりいただけたでしょうかね、はいえー。なるべくこういった線形が直線から円曲線のように変わるときには、緩和区間というのを設けてあげるのが望ましいということです。 はい、で先ほどのスライド内にも書いてましたけども、緩和曲線というのが緩和区間には設けられます。英語ではトランジションカーブですね、はい。この緩和曲線を設けることによって、そこが緩和区間になるわけです。緩和区間を設けて円滑な走行を助けるための曲線ということでですね、あの平面線形要素の一つです。大きく3つですね。直線、円曲線、緩和曲線。この3つで平面線形というのは成り立ってます。 はいでえー、この緩和曲線、どういうところで設けられるのというのは、先ほどのスライドと同じになりますけれども、まず道路の平面線形が直線から円曲線に変わるときに設けられるというのが多いです。であとは、曲率の異なる円曲線部から他の円曲線部に、えー、走行が移る際に設けられることがあります。えー だからその最長曲線半径という話がありましたけど、曲線の半径が異なるような円曲線同士を、えー、立て続けにぶつけてしまうと、ハンドルをグッと切らなくちゃいけないので、そこも滑らかに接続してあげるというところです。はい、今こういったところで、緩和曲線というのは重宝されます。では、この緩和曲線、もうちょっと、えー、説明を分かりやすく書きますと、こんな形ですね。 えー、車両の方向転換が円滑かつ安全に行えるよう、その曲率半径が距離軸に沿って徐々に変化すると。はい、これが重要です。先ほどの遠心加速度っていうのを滑らかに単調増加してましたよね。同じように、ぐっと急激に変わるんだなではなく、その曲率の半径、円の半径というのが徐々に変化していくと。まあ、これが緩和曲線の大きな特徴です。 こういう設定を行うことによって、運転者や乗員、すべての人が体感する横方向の加速度を滑らかに変化させると、急激に車の、ね、乗っててうっと遠心力を感じることなく、滑らかにカーブを走行することができるということになります。で、この緩和曲線ですけれども、あのどういうものが使用されるのということですが。 よくですね、昔は3次放物線という、まあ、こういった図形ですとか、あとはレムニスケート曲線という、まあ、こういったね、図形の一部を緩和曲線として使用されていました。はいまあ、あの緩和曲線って一言で言っても、いろんな種類があるんです。はいまあ、かつては3次放物線とかレムニスケートが使われていたという話なんですが、じゃあ,あ、今は使われてないんでしょうかと。 あの現存する道路でこれがあるところももちろんあるかとは思うんですけれども今あの一般的に緩和曲線作ろうというとこういったものは使いません今はどういった緩和曲線が採用されているのかそれについては次回の講釈に回したいと思います はい。ということで、今回の講義は以上となります。いかがだったでしょうかもしこの動画面白いなと思いましたら、いいねボタン、コメント、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次回お会いいたしましょう。さようなら。